林やし平は、日本の落語家、俳優、タレントである、本名、富永久蔵男、愛媛県宇和島市出身、出林、ともやつ、門、花火市、落語協会所属の新内、愛媛県立美馬高等学校中退。かつて、二所の関部屋に所属する力士であったが、道部屋の麒麟寺和春に簡単に投げ飛ばされて諦め、廃業した。 1969年1月に初代、林家三平に入門。1972年に前座となる。前座名は当初、玄平、ら、後に、玄平。1974年5月に2つ目に昇進。それと、並行して俳優としても活動する。1980年に三平が休止し、兄弟子の林家根平の預かり弟子となる。 1984年6月に、柳屋尾里ん、張家老花町、林屋正尺と共に、新内昇進する。老人福祉センターへの落語ボランティアに行き、最終的には介護ヘルパーの資格を取得。病からの復帰を目指し活動するコンペイを、亡くなる2020年までサポートしていた。持ちネタは、犬の目、釜の油、計算保前、大書屋、読み風景。 俳優としても活動しており、特にジャッカー電撃隊で演じた北正三郎は自らの出身でもあるイオベンで話すキャラクターだった。また映画、男は辛いよシリーズに19本出演している。テレビドラマや映画以外でもタレントとして出演するなどしている。ありがとうございます。